上場の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。最終任務完了。Thank you.
アタノールを作る。お疲れさ。アタノール。お疲れさ。お疲れさ。
じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。見ろ、上場の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最終任務完了。今回もちゃんと終わりましたね。うん、あとは終業式を待つだけ。サルファ、本当に大丈夫？こないだから全然。すまん。どうやらこりゃ、ダメだな。サルファ？え？死んじゃったの？マナが死ぬわけないだろう。だが、ずいぶん弱ってるみたい。そんな、落ち着け。我々だけではどうしようもない。こんな時くらい教師を頼ってやれ。そうだね。ゼップル先生のとこに連れてこう。どうした？血相変えて。サルファが。これは一体何が？少し前から元気がなかったんです。それでついさっき。マナがここまで衰弱するなんて聞いたことがないけど。それじゃ助からないの？なんとかせんか、三流教師。三流？有事に役に立てないようでは、教職としての資質を疑われても致し方ないですね。そう言われても。そうだな、マナの魔力を回復させる薬なら効くかもしれない。なんだ、方法あるんじゃない？それでその薬はどこ？今はないよ、作らないとね。旧校舎のずっと奥に咲いている月の花が必要なんだけど。急行車だな。よし、早速出発だ。先生、サルファのこと見ててもらえますか？ああ、もちろん。危険な場所だから気をつけてね。はい。あ、でも。どうしたの？サルファがいないと僕、戦えない。何言ってるんですか？水臭いですよ。こんな時くらい私たちに任せといて。ありがとう、みんな。そんじゃ急ぎましょう。月の花を探さないとね。レイン先輩は無理せず後ろで見ててください。
預かったはいいものの、困ったな。その猫は？ああ、体調が悪いとかで、ベインから預かったんだ。そう。生徒たちは？月の花を取りに、マナの薬を作ろうかと思ってね。そう。よかったらその猫、預かりましょうか。え、いいのかい？猫の世話なら心得てるから。いや、助かるよ。それじゃ、僕は薬を作る準備をしてくるんで。軽くなったわね、あの頃と比べて。はい、もちろん。バレバレか。うまく隠れてたつもりなんだけど。今の話は聞いてた？分かってます。電柱の邪魔をしてくればいいんですよね。いいえ、今回は。
生が言ってたの。よし、手分けして探すぞ。ちょっと、何ぼーっとしてるの。ええ、少し変だなと思いまして。変って？何がよ。マナってあんな風に衰弱するものなんでしょうか。そりゃするんじゃないの。実際サルファがああなってるんだし。私、小さい頃に猫を飼ってたんですけど、その子が亡くなる時、ちょうど…フィルの声。行きましょう。どうしたのフィル。すごい声だったけど、大丈夫？花、見つけたんだけど。かなりの数だな。どうします。決まっておろう。まとめて相手してやる。待っててね、レイン君。うん、みんな気をつけて。
で半分といったところか。なあもう鬱陶しい。もう目の前なのに。いいざまだな。また出た。今は相手をしている暇はありません。何よ貴様ら、俺たちはな。はいはい、熱くならないの。こっちはこっちの仕事しましょう。なんで俺が。えい、貴様らを助けるように言われたんだ。さっさと花を取って帰れ。先輩、また何か企んでいるのでは。信用ないね、私ら。今までが今までだから仕方ないけど。この状況で企むもクソもあるか。早くしろ。あ、はい。取りました。礼を言われる筋合いはないからな。大丈夫？手伝いましょうか？そうだな。お前らだけでは荷が重かろう。見くびるなよ。それに貴様らと一緒に戦うなどごめんだ。そんなこと言って結構ギリギリなんじゃない。うるさい。喋ってる暇があるなら早く帰れ。あの人たちの言う通りです。今は一刻も早く。すみません先輩。素直に助けてもらった方が良かったんじゃない。バカ言うな。助けに来て逆に助けられるなんて格好悪すぎだろうが。意地張っちゃって。そういうの嫌いじゃないけど。無駄口叩いてる余裕はないだろう。たまには真面目に戦え。おっと、そうだったわね。先生、取ってきたよ、月の花。間違いないね。それじゃ、早速薬を。あれ、サルファはどこですか？ああ、サルファなら…ここにいるわよ。サルファ…心配をかけたな。治ったんだね。一安心ですね。見ての通りよ。もう薬は必要ないわ。そのようで。しかしどうやって治したんだい？1時間ほど点滴を。点滴？何の薬を？何でもいいじゃん、治ったんだしさ。先生、ありがとうございました。私にとってもこの猫は意味のある存在だから。え？それと勘違いをしないで。今は持ち直したけど残された時間は変わらない。どういう意味だろう。さあな。イゾルデ先生のおかげでサルファは元気になった。なんだか先生はサルファのことを知ってる口ぶりだったけど、それに先生が最後に言った言葉、嫌な予感とは違うんだけど何かが起きるような、
まだやってるの？君か。邪魔しに来たなら帰ってくれ。いい加減諦めて研究所なり学園なりに戻ってくれば。戻る？何のために？奴らの嘲笑を浴びるためにか。かつての天才錬金術師様の落ちぶれた様を奴らに見せて回れと。心配してるのよ。不要だ。これは私自身のためにやっていること。私にはもうこれしか残されていないんだ。難しそうだけど。おはよう。はいはい、席に着いて。さて、今日から君たちも3年生だ。これまで以上に勉強に励み、責任を持った行動を心がけるように。とまあ、お決まりの挨拶はこのぐらいにして、今学期は進路相談をするから、みんな真面目に将来のことを考えてくるように。進路相談だって。ベイン君、何か考えてる？全然。進路か、どうしよう。最後に、こんな時期だけど、このクラスに一人お友達が増えることになった。みんな、仲良くしてやってくれ。え？あれ？ウンナルダムだ。よろしく頼む。要するに留年したってこと？ふっ、器量の狭い学園だ。たかだかテストを全教科すっぽかした程度で。それじゃあ落ちるに決まってますよ。でも、なんで教えてくれなかったんですか？ちょっとしたサプライズを与えてやろうと思ってな。笑い事じゃありません。アトリエの先輩が留年なんて、とんだ恥さらしですよ。やれやれ、少しは静かになるかと期待していたのですが。あらあら、いいじゃない。やっぱり賑やかな方が楽しいわ。ま、そういうことだ。あと一年面倒を見てやるから、ありがたく思え。Thank you.
なんてひと騒がせなんだから、うん、でもみんな嬉しそうじゃない？ないない、そんなこと絶対ない。じゃーん、完成したよ。たくさん取れたよ。これ作っておいたわよ。見ろ、上々の出来だろ。頼まれていたものできてるぞ。先輩、取ってきた材料の確認をお願いします。最終任務